多県神社前駅は愛知県小牧市大技久保井敷にある名鉄小牧線の駅である。駅番号はケムレイさん。法年祭で有名な多県神社に最も近い駅であり、当日は数万の人が押し寄せる。旧正久保井敷駅。二面二線相対式ホームを持つ地上駅。一線スルーではなく左側通行である。無人駅で、 駅集中管理システムが稼働する。2021年7月31日までは、平日は7時19時、土曜日と休日は8時19時の間に一番線側の駅舎に駅員がおり、窓口が営業していた。改札口は2カ所、上下ホームのそれぞれ楽電寄りの先端にある。マナコ使用可能である。2002年3月に行き違い可能な相対式2面2線の駅に、 変更された。なお、改札内に、両ホームを連絡する通路は存在しないので、ホームの行き先を確認してから、自動改札機を通る必要がある。回送列車が当駅を通過する場合、あらかじめ、ポイントと信号機を通過できるよう切り替えた状態で、列車を待つため、運転停車は行わない。他県神社前駅の年間乗車人員の推移。 令和元年度移動東欧円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2021年3月30日閲覧。トピックフォト。鉄道ピクトリアル第329巻。電気車研究会。1977年1月。93ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道百年史名古屋鉄道。1994年。570ページ。 小牧宣伝兼神社前駅の窓口営業時間の変更について、名古屋鉄道、2021年7月10日時点のオリジナルより、アーカイブ、2021年7月14日閲覧。AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2018年2月25日閲覧。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月。 臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図愛知県統計年間、名鉄120年市編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年。 651から653ページ、久保石ケ景気に関するカテゴリー、ありがとうございます。